アレクサンダー・ガメリンは、アメリカ合衆国、ボストン出身、大韓民国の男子フィギュアスケート選手。パートナーは、ミンユラなど、ボストン生まれ。2010から11シーズンより、双子の兄弟であるダニエル・ガメリンとカップルを組み、全米選手権のジュニアクラスに出場し7位となる。2014から15シーズンの全米選手権を、最後に競技から引退。 2015年4月、韓国のミミ耳ラとカップルを結成し、競技に復帰した。2017から2018シーズン、7月には、特別帰化審査を通過して、韓国国籍を取得した。平昌オリンピック最終予選のネーベルホルンハイで4位となり、韓国のオリンピック出場枠を獲得した。また、男子シングルでも、出場枠を確保したため、 団体戦への出場も決まった。ピョンチャンオリンピック団体戦では、SD で、ミンの衣装のホックが外れるハプニングが発生した。個人戦の SD では、衣装に新たな布を縫い付けて演技。目標だった SD 通過を決め、キスクライでは涙を流した。FD のプログラム、民謡、アリランの歌詞には、竹島の韓国名、独当が含まれており、 政治的な問題になる可能性があるとして一部分を変更して演技。総合18位で大会を終えた。世界選手権では FD 進出に一歩届かず、前年から順位を落とし21位に終わった。シーズン終了後、ミントのカップルを解散した。ありがとうございます。